大竹のもっと言いたい放題。月曜日はこの時間も引き続き経済アナリスト森永卓郎さんです。はい、えーはい、今日は景気の話をしようと思うんですけれども、三、はいえー、月の二十八日にですね、まあ新年度予算が参議院で成立したということを受けて岸田総理が記者会見をしました。うん、はい、でここでデフレ脱却に関して、うん、未だ道半ばだと、はいえー、抜け出すチャンスをつかみ取れるか。 後戻りしてしてまうか、うん、これからの対応次第だっておっしゃいました私はこの意見は全面的に賛成です今まさに正念場景気が戻っていくか再び失速するかの運命の分かれ道にいるとただですね今の政府の対応を見ていると、うん、どうも 失速の可能性が高いんじゃないいかななと私は思っていますん、はい、でかっていうと、うん、今日から、うんえー、食品これ帝国データバンクの調べによると、うん、2800品目も値上げが、うんはい、その行われるとで電気料金はですね5月の請求分から、えー、再エネ負担金っていうのが引き上げられて、うん、えー そして政府が今、電気代、ガス代に出している補助金、半減されます。うん、6月からは、ガスも含めて補助金全廃になります。はい、あのこれはですね、標準家庭で電気、ガス料金の負担が月額でですよ、はい、1800円も増えます。すごいね、1800円すごい負担1年だったらたまんないね、もう2万円以上だもんね。超えると、うん だから、ずっとここのところ物価が落ち着いてきたんですけれども再び反党していくっていう状況になっているとただ33年ぶりの高い賃上げ率が実現したのでこの春闘で大丈夫だろうっていう人もいるんですけどこの5%台の高い賃上げを享受できたのは大企業の正社員だけです。 これ統計まだ出てきてないんですけど、うん、おそらく中小企業と非正社員はあんまり上がっていない、うん、つまりこう物価に所得が追いつかないっていう状況に陥るのはほぼ確実。うんうんうん、はあもう,もうどうやってもこう中小企業の賃上げは無理ですか無理ですだだって原資がないんだ、うん 親会社は儲かってる親会社は儲かってるからここのところの,中その下請けの企業を、ね、なんか普通そこをアップしない限り、えー、中小企業の給料は上がりませんよね。でメディアが取材に行くと、うん、まあ一応建前上、うん、適正な価格を実現するように努力しますって言うんですけど、うんうん、実際はやっちゃいないわけですよ。うん、でその中で岸田総理がどういうい 対策を打ち出したか、成長と分配の好循環。そして賃金と物価の好循環っていう。なんかお経みたいなやつで。なんかしようって全然言わない。財政出動をしようとは言わないわけですね。で、そんな中、三月二十八、七日に。円相場が一ドル百五十二円。はい。 34年ぶりの円安になると当然輸入の、うん、え原材料が上がりますから物価がさらに拍車がかかって上がるという状況になるわけですね。ところがこ政府とそれから財務省日銀が、うん、まあ角突き合わせてどうするかっていう相談をしたわけです。うん、はて言ったか 神田財務官は、あらゆる選択肢を排除せず、過度な登記に関しては断固たる措置を取るって口では言いながら、うんうん、あの頭のとっても大きな方ですよね、神田財務官って。はい 私を宇宙人に似ていると思っているんですけどまあこれあんまり言うと怒られるので、地球人を超える才能を持ちの神田財務官は、口ではやるぞって言っていて、まあ覆面でやったんじゃないかっていう説もないことはないんですけど、どうやらやってないみたいな。そうですか。放置ということなんです。ねえ、これもうおかしいんですよ。異常な円安が今起こっていて。 アメリカではラーメン1杯3000円ドジャーズスタジアムでですね築地銀だこ普通は日本だと8個入りなんですけど6個入りの少ないやつなんと円ですおかしいと思いませんか皆さんたこ焼き6個2100円いうのは1個350円。 おかしいだろう円に換算するとそういうことになりますけどねでまあいろいろ理由はあるんですけれども一番大きいのはこのバカげた円安が起こってるわけですそうですねだからこれは直さないといけないんですよはいでただ単純にその為替介入で戻すっていうだけではなくって実はもっといい 一石二鳥の方法があるわけですそれは何かっていうと日本は当局がとてつもない外貨資産を持っているわけです。で例えば外貨準備外国為替特別会計でこれ財務省がコントロールしてるんですけれども今年1月末で1兆2918億ドル。だからまあ 10780兆円かな持っているわけです年金積立金は昨年末で112兆円持ってますそしてもう一つ日本銀行これね一部この財務省が持っているのとダブルカウントにはなっているんですけれども昨年11月末で10兆円これ全部足すと単純合計で312兆円も 持っているわけですよ、うん、外貨資産を。うん、で、これ、もともとのドルの仕入れ価格はよくわかんないんですけど、うん、仮に100円だと仮定すると、うん、現時点で為替差益が107兆円も出てるんです。儲かってる。107兆円ですよ。うん、半端じゃないお金です、ね。152円換算にすると。そうそう。はい、で、仮にこれを3分の1ずつ全部売ったとすると。うん まあ、35兆円ぐらいになるわけでこれ消費税を1年間廃止する撤廃すると30兆円なんです。ということは、えー、今すぐこれ売ってしまえばあこの円安に乗じて売ってしまえば1年間消費税をゼロにできるわけですよ。うん これあのいろんなところの声があって売れないんじゃないかっていう話も聞きますけど、なんで売れないんですか、うん。いや<れ>そこまでは知りませんけど。いや,いやだからこれはアメリカの顔色をうか、ん、がって売れないだけで、うんはい、ビビってんすよ忖度なんですよ。よ、うんうんうん、前橋本政権の時に。 売ろうとして橋本が潰されたって噂も立ってますけどコロンビア大学で橋本元総理が講演したときにアメリカンジョークのつもりでいやー、僕なんかたまにね持ってるアメリカ国債を叩き打っちゃいたい衝動に駆られることもあるんですよねって言った瞬間にニューヨークダウ大暴落になってそれ以来怖くて誰も言えないんです。だけど私は言いたい。 勇気を持って言うべきだ一石二鳥三鳥四鳥になるわけですよ円安防止にもなるし財政負担なしで国民みんな幸せになるしこれから物価高で苦しむね国民特に正社員中小企業勤務の社員の人っていうのは消費税なくなれば10%分物価が下がるわけです。 実質所得増えますよね。うんまあ、やろうぜ。まあでもまあ売る勇気はあるんですか本当に。いやいやだから勇気、うん、勇気がないんですよ。まあそれはアメリカには逆らえないっていう。 こう自明のことがあまあ円安が進むほど金融業界と財務省が儲かるっていう構造もあるんですけれども何、うんうん、だったら神田財務官職を放り出してくれれば、うんうん、私が一発変わりワンポイントリリーフやりましょう <laughs> はいワンポイントリリーフワンポイントリリーフ私袋叩きにあの慣れてなんとうまい,い <laughs> どうなるんでしょうお時間来てしまいました以上大竹のもっと言いたい放題でした森永先生ご出演ここまでですありがとうございます、はい、ま明日火曜日は武田佐哲さんがいらっしゃいます